こんにちは。米食味鑑定士の渡辺米国の渡辺誠一郎です。お米にも賞味期限があるのご存知ですか？お米も野菜と同じで生鮮食品なんです。お米は精米してから食べるまでの時間が短ければ短いほど美味しく食べることができます。精米したお米を買ったそのままの袋に入れて、湿度が多く暖かいところに保存しておくとお米の味が落ちてきます。お米はできるだけ暗くて涼しい場所を選んで保存しておくことをお勧めします。賞味期限の目安としては、秋から冬の涼しい時期は2ヶ月程度です。春の少し暖かくなってきた時期は1ヶ月程度です。高温多湿の冬から夏の時期ですと2週間といったところです。この期間を目安にお米を購入すると美味しく食べることができます。長く保存したい場合は、タッパーなどの密閉容器やペットボトルにお米を入れて、温度、湿度ともに安定している冷蔵庫で保管していただければ、お米の美味しさが長くキープすることができます。また米びつやタッパーはいつも清潔に手入れをして、お米を買った時は残っているお米を使い切ってから、米びつやタッパーをきれいにしてから入れるようにしましょう。お問い合わせやご質問は福井味覚クラブで検索してください。それかお電話でお問い合わせください。電話番号はフリーダイヤルで0120-379-100、0120-みなくい00と覚えていただくと便利です。無農薬米無農薬玄米のお店福井味覚クラブでは LINE を始めました。 LINE のお友達登録するだけで、なんと福井県産コシヒカリ1号プレゼントいたします。